恥ずかしいっすけど、いい相性が出るといいっすね。今日はすごく楽しかったです。また誘ってください。それじゃあ、失礼します。待ったっす。デートに遅刻は厳禁じゃないんすか？そうなんすか？文句言ってすいません。それメモしておかないと。さあ早く入りましょう。何を歌おう。先輩はどんな曲聴きたいっすか？ありがとうございます。自分迷いが吹っ切れたっす。今日はすごく楽しかったです。また誘ってください。それじゃあ失礼します。グーノさん、今度の日曜日空いてる？遊園地の招待券があるんだけど、あなたも来ない？ええ、まあ。で、あなたはどうするの？そう、よかった。じゃあ日曜日にね。おはよう、フグーノさん。遅刻よ。おはようございます、フグーノさん。今日はよろしくお願いします。おせえよ、フグーノ。結局いつもと変わり映えしねえメンツだけど、ま、よろしく。さあ、これで全員ね。それじゃあ、そろそろ中に入りましょうか。何に乗ればいいのかしら。私こういうところあまり来たことがないから。ええ、それでいいわ。行きましょう。ジェットコースターには誰と一緒に乗るの？それじゃあ私、森村君と乗るのね。おー、すげーぞこれ。早く乗ろうぜ。次は何にする？
それでいいわ。行きましょう。ねえ、誰と並んで座る？そう、じゃあ私は鈴鹿くんと座ればいいのね。楽しそうですね。乗りましょう。さ、じゃあ最後はあれね。ねえ、フグモさん、観覧車には誰と乗るの？私と？ええ、構わないけど。さあ、早く。もうこんな時間ね。そろそろ閉園時間みたい。今日は本当に楽しい一日になりました。誘ってくれてありがとう。では僕はここで失礼します。あー、今日は本当に力いっぱい遊び倒したな。割と楽しかったぜ。じゃあな、俺はこれで。フグモさん、楽しかったわね。それじゃ帰りましょうか。なんだ、お前か。ああ、いいけど。いらっしゃいませ。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。花椿先生、流行をリードし続ける秘訣は？一言お願いします。流行は絶えず変化し続け、人を引きつける甘い蜜、そして私はその蜜の匂いに最も敏感なだけよ。もういいかしら。じゃあ先生、待ってください。悪いけど、ああ、お前はどっちがいいんだ？それじゃあ早く入るぞ。しない。